皆さんこんにちは人生百年時代生き方改革提唱者のマダムホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳までバリバリと現役で働く世代となりますそのためにもぜひぜひ今から人生設計をやり直しましょうということで今日皆さんにお話ししたいのは女性特に新婚で 赤ちゃんを作ろうと思っている人、または妊娠中の人、ぜひ産休が終わったらさっさと職場復帰してほしいというお話をしたいと思います。まず一般論として、もう古今東西どこの親でも子供のために親っていうのはものすごいそれこそ、えー、自己犠牲払うんですよね。私の親も私を私費留学 日本がまだ今の中国のような途上国だった時代に私の両親は一生懸命働いて自分たちあまり贅沢もせず欲しいものを我慢して全部私の留学費に回してくれたんですだから今の私があってまあ父はとっても幸せなんですけれどもでも皆さんどうですかもし皆さんの子供に、すっっごい類まれな才能があったら、 例えば、まあ、ちょっと言葉悪いですけど「トンビが鷹を生む」っていう感じであなたが持っていない才能を子供が持ってたとしたらあなたどうしますかもう必死になって子供を助けたい子供を支援したい子供の才能を咲かせたいと思いますよねそのの時にいるのがやっぱりお金なんですこれね。 どういう話になったかっていうと実は昨日おとついかなちょっとこちら同じロサンゼルスに住んでいる富裕層の日本人の方と話をしてたんですよ。でその時私がこう日本のテレビのスポーツニュースで最近日本のアスリート選手ってすごいよね。卓球でも中国… 超えて日本の子が優勝ししちゃうし、まあ、そのテニスでもあのいろんな分野で今まで日本人そんなにっていう分野でもどん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 日本人の子が頑張ってるこれはもちろんメンタル面マインドセットがすごく強くなったこともあるんだけれども肉体的なもの例えばこの間のフィギュアであの16歳の高校生の,あのティーネイジャーの女の子が。 あの優勝しグランプリ取りましたよね彼女なんかも幼稚園の時から運動神経が発達していてそれは筋肉もなんですけどなぜああいうボディーを持っているか、まあ、これは私の素人の考えなんですがやっぱり昔の日本人っていうのは栄養は食べ物から取るって言ってもうあの頃から あの添加物のカルビー、カッパエピセンとか、あ,あいうね、添加物の入ったものとか。レトルトとか、ちょうどインスタントラーメンとか、私の世代からああいうのが入ってきたので。やっぱり私の世代が多分一番。体の質は悪いと思うんですよ。この病気になりやすくって。まだこんな筋肉とかも、そんな発達していない。だけど、今の子供たちっていうのは。私たちの世代が添加物で育ったから、余計サプリメントとかを取って、気をつけているので。今の子供たちと。 本当にあの妊婦さんでもいろんなサプリを取ってるのですごく子どもも赤ちゃんなんか健康な子どもが生まれてくると思うんですね。で彼らはそういう肉体にも恵まれまメンタルマインドセットやっぱり日本がもう先進国成熟した先進国だからすごくメンタル面とかもあのゆとりもあるからすごくこのスポーツでいい結果を出すと思うんです。が がなんですよやっぱりああいうもうグランプリ目指すとかオリンピックに目指すっていう子はそ,んじょそこらのじゃないんですねもう子どもの時からスポーツの英才教育を受けけるわけですそれでこのロサンゼルスにも時々お話ししますがフィギュアスケートのもう超英才例えばあのミシェル・クワンとか大体いいフィギュアスケートの大会で上位に来る子どもたちが通う なんかもうトレーンの合宿をするそういうのがロサンゼルスにあるんですねあとテニスプレーヤー錦織圭選手とかその前の,あの熱い熱血のどなたでしたっけあの松,松なんとかさんねあの方とかでもやっぱり彼らが行ったのはフロリダにある IMG っていう テニススクールでもそれと同じようなものがこのロサンゼルス近郊サン・ルイス・オビスポとかあのサンタ・バーブラのあっちの方にもあるんですもうすっごく素敵ななんかもう本当スイスのような山の中でもう全寮制なんですね10歳ぐらいから子どもたちはそこに行ってで学校全寮制で学校もちゃんと勉強して もうそういう世界あとプロを目指すゴルファーだったらゴルフとかってねそれからあの東京オリンピックとかこうスキーとかっていう子どもたちはもちろんああいう北国の子どもたちも多いんですけど北国といえども北海道でも夏はあるわけでそうしたら彼らは夏はスイスとか南半球に行ってだから年中雪に触れてトレーニングしてるわけです。 でここで彼らがこういうトレーニングを受けるそのお金は誰が払うのか親なんですよと聞きましたわなんかこうやってアメリカにスポーツ留学してる子どもたち誰が払うの親だよ とといううことなんですね親がお金払うそれとかまあサッカー留学なんか南米とか中南米とかヨーロッパサッカー留学スポーツだけじゃないんですよね例えば音楽の世界このピアノとかだとやっぱりもうドイツとかウィーンとかフランスとかヨーロッパに行くわけですしうんそれからなんだろうバレーバレーだったらほらやっぱりなんかロシアボルショイバレエ団とかロシアとかやっぱりもっと あの東欧東ヨーロッパのところですよねそういったところに行きますよねそれで私みたいに語学,が語学の才能があってやっぱり頭がよくってあの日本なんかでなんかでっていうと申し訳ないですけど日本でいくら才能があっても女性はこの国ダメなのとかって言って私は子どもの時から親に私はアメリカに行くって言ってたらしいんですけどでやっぱりアメリカに来て私の場合アメリカっていうのは 男尊女卑じゃないんですね才能があれば人種に関係なく黄色人種の日本人関係なく年齢に関係なくたった16歳でやってきたそれで性別女の子一切関係なくアメリカのいいところあとヨーロッパもですけど才能さえあればそれをダーッと後押ししてくれるんですよだから本当にもしあなたにお子さんがいて本当にあのトンビが鷹を産むって申し訳ないんですけどあなたより すっごく才能のある子どもスポーツにしろ音楽にしろなんか芸術にしろ何かあなたよりものすごく才能のある子があなたに生まれたとしたら美恵子さんのお子さん絶対あのいいですよあの成功します美恵子さんのお子さんね。でそんな感じで会ったらで本人が望めばなんですよ。これがまた親の見栄で <laughs> 親が自分がピアニストになりたくって親の見栄で子供をわざわざウィーンとかに送るとこれ子供がまたかわいそうなんですねあのホームシックとカルチャーショックで子供っていうのはうつ病になって精神を病むんですけれどもそうじゃなくて私みたいに親が反対しても押し切って「もうインターに行っちゃいます」「アメリカに行く」って言って「行かせてくれなきゃ死んでやる」っていうぐらいのそのぐらい子供がもう親が何を言っても止めない。 それとか親が何を言っても例えば子どもの周りの仮にコーチが「お父さんあなたの子どものこのね例えば野球こあなたの子どもにはものすごいもう才能があるからぜひあなたの子どもはアメリカにスポーツなんかねそんなふうに言われたらやっぱりあなたは親として、まあ、その自分の見果ての夢子どもが子どもを 応援するっていうことも一つの生き方なんですがさっきも言いいましたけど、お金がいるんですよ。例えばこのロサンゼルスのフィギュアスケートの超オリンピックを目指すところに実は熱帯の国の女の国女子も来てて、るんですって多分その女の子はやっぱりああいうなんか東京オリンピックを見てて自分の国は赤道直下の熱帯の国だけどあああんな氷の上で。 やりたいママ私やりたいねたまたま富裕層の子供だから「ああじゃあいいわよ」とかって言って何やってるか女の子が、まあ、小学生がロサンゼルスにフィギュアスケート留学にでそのママも来てるわけですよ。で、まあ、パパリンはたまたま途上国赤道直下の途上国でお金持ちだった会社のオーナーだったから奥さんと娘をロサンゼルスにちゃんと家も、まあ、マンションかなんか買って。 やっってああげれるお金があったわけですよでもこれなかったらどうですもし本当になくて途上国で貧富の差が激しいからなくてねやってたらできないわけだけど皆さんは日本というアジア一の先進国アジア一の一等国にいらっしゃるでそこであなたの子供にものすごい才能があったとしたらそりゃもう。 やるっきゃなないいみたいな、まあ、これは各家庭の価値観なんですけどだからそういった意味でねやっぱりあのズボラで強欲って私言いますけど人間っていうのはズボラで強欲なんでですよできるだけ楽したいしだけどお金は欲しいとかあれ欲しいこれ欲望だけは強いんですがでそういった意味で若い女性の場合特に。あの 特にキャ,リアキャリアの才能もなくて特に学校でも勉強が好きでもなくて大学は F ランクでそんな一流大学も行ってないそういう人っていうのはまあ親のコネで遠行入社とかしてとりあえずそこでまああの目星将来有望な旦那さんを見つけて結婚してさっさと寿と退職,退職さっさと産、あ、休、のー、取ってとかって考えてるんですけどごめんなさい。 それやってたら、今の百年時代、夫婦だけでさえ、まともな老後を暮らせないと思います。ご主人の収入だけでは、本当にこの百年時代、まともな老後、多分暮らせないと思うんですね。それで、仮にご主人がこの出席街道まっしぐらで、役員とかサラリーマン社長になったとしても。もしくは、こう、代々の家業を継いでオーナーになったとしても。 今日本人も3分の1離婚率ですよねで多分これから10年20年後にはアメリカ並みにもう離婚率は50達すすると思うんですねその時にあなたがずっと専業主婦でいてある日突然ご主人が愛人に走ったりまたはまあ病気になったがんで死んだボケてしまったとかっていうことである日あなたと子供が路頭に迷う時。 あなたに何の稼ぐ素でもなくって投資もできていない起業もしていないまたは職場復帰もしていなくてあなたは本当に稼ぐ能力がなかったらまあ、パートでどっかに働く程度であればせっかくのあなたの人生せっかくの子供の才能っていうのがパーになっちゃうわけですねだからそういう意味でもあ、ゆうこさんこんにちはやっぱりゆうこさんのようにこのねちゃんとあの 大学で教えてるとかやっぱり女性っていうのはこれから皆さんご主人のとか配偶者の給料には一切頼らないなぜかっていうと離婚率が圧倒的に高いこととやっぱり今 本当にあの膵臓癌でぽっこり死ぬ人って多いんですね。それとかこの間のニュースで男性20代30代の男性の癌は精巣がんが多いらしいんですよ。なんかそういう感じで。せっかくのあなたのご主人がやっぱりあなたが。 レクチンフリーダイエットを知らずにせい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 と体にいいと思ってご主人にトマトとか玄米食べさせてて <laughs> ご主人がそれで早死にするかもしれないもしくはこの煽り運転とかの被害にあって急にご主人が今日あの交通事故で死んじゃうかもしれない,、まあ、いろん人生と本当にいろんなことがあるんですね。そういったたたにあああななはは母親であるあなたは ああなななたのの子供の才能をやっっぱり守ってあげなきゃいけないけと思うんですね私は本当に今の私があるのは両親がああやってアメリカ留学にもう全て私の留学にお金を回してくれたから今の私があってその恩返しに今の父あの日本の80代で父ぐらい幸せな人間はいないと思うんですけど私がちゃんとレクチンフリーダイエットで健康を。 保持してあげてお金とかも私がちゃんと見てあげてるわけですよねだからやっぱり皆さんあの人間ズボラはいけませんあんな3級ことぶき退職絶対ダメですやっぱり職場復帰しましょう産休消化したらもう3ヶ月ですぐ職場復帰それで自分が稼いだお金でベビーシッターなり家政婦さん雇えばいいんですあなたがこんなね あの年末の忙しい時に大掃除なんかしなくていいですその掃除が好きでやりたければやればいいんですけど私なんか掃除もお料理も嫌いだし家事嫌いだからやりませんそれで全然構いません日本の女性はあまりにも完璧主義者完璧すぎますスーパーウーマンにならなくていいから普通の生身の人間でいいんですよただ優先順位だけはっきりさせましょう。 あななたにとって何が優先順位なのかお掃除すること大掃除除すするるこことと大があなたの人生でそれほど大事なことですかそうじゃなくって今の多分あなたにとって大事なのはいくらお金を稼げるかそれも好きなことをして嫌なことじゃなくてあなたがものすごく好きでワクワクしてそれでお金を稼いでそしたらあなたが綺麗になって生き生きとしてはつらつとしてそれであなたのお金で お子さんの才能、スポーツ留学、語学留学、ピアノ留学、バレエ留学、なんかさせてあげた方があなたも幸せ、子供も幸せ、それで奥さんが幸せならご主人幸せなんですよ。やっぱり妻がいつも生き生きとしているのは夫にとっても嬉しいことですよね。妻がもう坂を転がるようなあのデブでブクブクっと太ってあの時のあんな可憐な 妖精のような君がなんでこんな醜いブルドッグみたいになっちゃって <laughs> お化粧もしなくてなんかみたいなまるであの緩んだ伸びきったパンツのゴムみたいな嫌だそう,そうなっちゃったらご主人がやっぱり浮気してもそれは仕方がないと思うんですよね。<laughs> そういいった意味ではい、皆さん ちょっとこの年末年始 <laughs>、あの、ゆくちゃん、ありがとうございます。年末年始、考えませんか。本当に。大掃除なんか、嫌だったら、しなくていいって。あの。何、あれ、あれ、あれ。お、お、お歳暮じゃなくて、おせち料理。 おせち料理なんか作らなくっていいってまあこれもあれですけど私おせち料理おいしいと思わないんですねなんかあれまあ形だけあの本当に昔の形だけで申し訳ないけどなんか膝を叩いてうんうまいうんなんて感じしないからあんなのあんなので言って申し訳ないですこんなお一人様用の用のコンビニかなんかで売ってるもし形だけを 用するなら作らならら作くてていいってあの材料費やっぱりお金かかりますよねおせち作る材料費あの材料費でどっか食べに行っちゃった方が幸せじゃないですかちょっとそういうことでこの年末年始よく考えてください何があなたが楽しいのかそして何にお金を使うべきなのか何に時間を使うべきなのかちょっと このお正月年末年始考えましょうほら今週末の当時当時で満月が重なるのは今週末の当時ですよ次は二千九十五年もう私たち生きていないんだからこのこの瞬間楽しんでくださいそれだけですあなたが輝いていることを祈っていますではまた皆さん明日ごきげんようさようなら